いらっしゃいましたね。失敗の原因を探してました。会長が出生場所を偽っていた可能性があります。なぜそのようなことをしたのか、今となっては知る術はありませんが、そのためにあなたの精神と会長の精神はほんのわずかなズレを生じたのです。あなたとメーデンとの同期は 100% に達してましたが、会長においては 99% にとどまりました。そのほんのわずかな差に気づき、彼女は会長の魂を拒否したのです。それが最後のキャスティングの条件でした。あの時、あなたは霊の姿であの場所にいて、霊の目で全てを見ていた。あなたが知覚したのは、肉眼で見る物質の姿ではなく、それらの本質の姿だったわけです。あなたはご自分の魂とそっくりな会長の魂を前にして、それを自分自身の姿と知覚しました。会長の望みは、若い肉体を手に入れて、今よりさらに長く生き延びることでしたから。
ならあなたの役割は医者でした。それ以外の役を持たせるつもりはなかったのです。会長、いえ、テオ・パドリーノ自身がメイドと愛し合う関係を築かねばならなかった。しかし彼にはすでにメイデンがいたのです。その少女は使えませんでした。奇跡を二度起こすことはできません。誰にもそれはできません。私を責めないのですか。ありがとうございます。お待ちください。昔話を聞いていきませんか。120年も前のことです。この屋敷の持ち主であったオーストリアの貴族と一人のメイドとの間に、あなたの経験したあの現象が起こったのです。貴族の魂はメイドの娘の中に入り、二つの魂は一つとなりました。その手術を行った者は灰色の医師と呼ばれるもので、私に全ての知識を与えてくれた師匠でした。医者であり錬金術師であった人物です。私があなたへ語った知識や思想は師匠の受け売りでしかありません。古い神秘主義の思想です。私の名も彼と同じテオだからね。私はあなたたちを実験の素材にしました。すべてが実験でした。大いなる神秘を解き明かすための、私はたとえ許されざる思いであっても、一つになったこの魂を二つのものにしたいのです。再び一人で歩むには永遠は長すぎます。
ございます。おはよう。どうしたの？え、ミレイ？さあ、今朝は見てないけど。ううん、別にいいよ。じゃあね。ドクター、私、ゆうべ怖い夢を見たんです。はい、ドクターとそっくりの人が私の中に入り込んでこようとして、私、最初はその人のことをドクターだと思って安心してたんですけど、どこか違う感じがして急に怖くなったんです。それで一生懸命逃げようとするんだけど、体が全然動かなくて、助けてって叫ぼうとしても声も出てこなくて、ああもうダメって思った時、ドクターの声が聞こえてきたんです。はい、とても力強くて私を叱り励ます温かい声でした。その声を聞いた途端、私の固まってた体が溶けて、柔らかい光に包まれるような感じがして、気がつくと目が覚めていました。その時私思ったんです。あの人は夢の中でさえも私を守ってくれるんだって。だから私もあなたのことをずっとお守りしたいのです。そのことを許してくださいますか？嬉しいです。主人様、
てくださいね。もうご主人様ったら。私もイタリア語の勉強を始めます。里帰りならいつでもできますから。それに話すだけならパソコンでも。期待してますからね。ご主人様、thank you.